はい、こんばんは、スプリンタージョーカーです。今回ですけども、個人的にとっても楽しみにしてた、本当に届くまでっていうかね、ずっと買うの悩んでたんですよ。で、まあ、失礼な話、ちょっと値段が下がるのをずっと待ってて、まあ、配送料がかかるので、他の福袋と購入しました。こちらですね。玉、福箱。初めての福箱系を買ってみました。3770円ということで。はい。ヤノマンさんのストレージボックスが入ってます。まあ、なのでちょっとストレージボックス分は安く見られるかなっていうところですが、はい、自分は無限回収はしてないんですが、ただタマニャンが好きなので、加賀福箱が全然出ないのでタマニャンにしてみました。はい、というわけで開けていきましょう。こんな感じでパッとなってます。スリーブ見たところ入ってないので、ちょっと傷つけないように開けて、ちょっとフォロー以上見つけなきゃいけないですね。まずタマニャーン1枚目、こっちから行こう、こっちから行こう、ね、こっちから行こう。タマニャーン、いきますよ。タマニャーン、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 すごいね、和む映像ですこれっていうのは自分だけですよね。タマニャン、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 なかなか来ないな。後ろの方ですかね。今のところこれだけタマニャもらいました。はい完全に単管スイッチができます。ちなみに自分のタマニャ60いくつだったような気がしますね。ただまあこれ懐中波が出ないってか、ほぼね出ないと思いますし、フォローが確定ってなってるので枚数も多分少ないと思います。安いしね。いやそれどこが入ってるかな、タマニャン、タマニャどこに入ってるかが問題だし、むしろいや個人的にはですね、フォローと貝を持ってるので、もちろん貝、フォロー、懐中波が欲しいわけですね。まあただこれはこういう福箱もあるよっていうことで皆さん見ていただきたいと、まあ個人的にタマニャン好きなので開けたっていうぐらいですね。今のところ1枚も来ておりません。タマニャンの山ができつつあります。はい、というわけで、まあ、1枚も入ってないってことないと思うけど、横に寝ちゃった、めんどくさい。はい、続いて3つかみ目掴んでるのが大変。いきますよ。タマニャン、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 タマニャン。まあ、セーラー服が可愛いってことだと、髪の色が、ね、面白いっていうか、顔の目の色もなんか猫意識なんですかねっていう感じで、まあ特に前線にずっといたってわけではないですけど、いろんなところでね、いろんな配置をされて活躍されたカムさんですよねっていうのはちょっといろいろ調べて知ってますね。うん、はい、タマニャン、まああれです、自分が昔使ってて一番初めに会になったカードということで、まあ記念すべき1枚というか、愛用していたださせていただいてるカムさんですね。はい、まあ、ちょっと見にくいですけど、タマニャンのなんだ山ができつつあります。はい、いやさすがに今のところフォロー1枚も出てないから、まさかフォロー1枚でちょっとおしまいですってことにはならないでほしいんですけど、まあねえ、それ以上保証されてないですからね。いきましょう。タマニャン、タマニャン、まあだいたいいろんな福箱が今トレッカさんにタイムセールのところにありますけど、基本的にはまあこういう感じですよっていう皆さんの予想通りで終わるので、まあそれはねご注意いただければと思いますが、ただうん、好きなカムさんいる方で安い箱があったらまあ買ってみてもいいんじゃないでしょうか。まあ、趣味程度にというかね、そんな感じですけど、いやー、カイホロ、カイチュウが欲しいな、出てくんないかなまだ来ないんじゃないか、これ。タマニャン。まあ、皆さんもお好きなカンムさんがいると思いますけど、まあ、自分の場合は、加賀さんということで、なかなか福箱も出ないし、高いしってところなんですけどね。まあ、でもレベルが97、やっと、嫁勘っていうんですかね、秘書官の方が97を超えまして、レベル上がるまで大変な経験値の数値になったんですけど、うん、育てていきたいと思います。もう空になりました、箱が。あと、こんだけです。この中に本当にあるのかっていうところです。なかったらもう、お問い合わせですね。はい、ゆっくりいきましょうね。出てくるかな。うん、これでフォロー1枚ってのとかだったらもう本当なんかショックなんですけど、まあただもうそれ以上なんとも言えないですからね。うん、たまにゃん、これはちょっと並べて今日はお休みしたいと思いますっていうのは冗談ですけど、これだけ並べたら壮観でしょうね。うん、これだけしかないけど、出るのか、本当に出るの、え？出ない？何も出ない？嘘。あ、こっちにあった。すごい見にくいですけど、前にちょこっとあったんだ。ここにあるんだ。大変失礼しました。今ちょっと一瞬言葉を失ってですね。
あれ問い合わせかあれっつって、まあこれともう一個福袋買ったんですけど、それと一緒に入ってるんじゃないかとか思って、ちょっと今一瞬目の前が暗くなりましたけどありました。これ全部ホロ系統かな、いや嬉しい、いやちょっと一瞬下がった自分を責める。はい、いきましょう。たまにはホロ、ちょっとこれ傷ついちゃう。たまにはホロ、嬉しい、これ普通に単回制限できるじゃないですか、運上げて。たまにはホロ3枚目、たーまにゃん。4枚目、たーまちゃん。皆さんは自分がたまにゃんって表現するの、たまちゃんって表現する、どっちがいいと思います？その見てる方に不快なあれをね、与えたくないので、まあ、ただ自分はたまにゃんと呼んでますが、たまにゃん、ほら。4枚目。何枚やってもいいです、もうこれ。やっぱ買ってよかったな。好きな乾物さんだと本当おすすめです、これ。たまにゃん、ほら、5枚目。うん、加賀さん福箱を早く買いたいところでありますが、たまにゃん大好きなので嬉しいです、これ本当。ほら6枚目、たまにゃん残り3枚となっております。お、たまにゃんほら7枚目、頼む、これほら以上が来てくれ。ただもうこれ以上はもう何とも言えないですし、全部ほらでも文句言いません。たまにゃんほら最後、たまにゃん、ホロー、全部ホロでした。というわけでですね、玉福箱、内容が1、2、3、4、5、傷つけないように並べるのがすごい難しい。たまにゃん、ホロが10枚も入っていて、例えば、ノーマルの集計が終わりました。ノーマルのたまにゃんが371枚と、ホロのタマニアンが10枚、まあ、要するにタマニアンが合わせて381枚手に入れることができました。はい、面白いところが、まあちょっとそのホロとか何枚かを手に入れられることと、あとはこういうようなですね、エラーカードみたいなやつを見つけられるってことですね。全然文句とかではなくって、入る可能性があります、正し書きもありますし、ただこういうね、違ったカードを見つけられるっていう点も面白いですし、あとはですね、これだけ福箱、カードがあるので、まあ、交換に使えたりとか、無限回収の人は無限回収したりとかっていうふうにも使えますね。はい、というわけで今回、玉福箱購入して開封してみました。まあ感想といたしましては、すごいめでてるカムさんがいらっしゃる方はぜひおすすめになっております。そこまでひどい傷があるとか、ひどいエラーカードもなかったですし、まあそのいろいろ集められてる方はおすすめかと思います。今回もご視聴ありがとうございました。ぜひこれで今度たまにゃんを99まで頑張って育てて単価ステーキをしていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。まあトレッカさん見ていましたら、ぜひその玉袋とかむつき袋とか加賀福箱は全更新されないので、ぜひ作ってください。買います。今回もご視聴ありがとうございました。ぜひカードか概要欄より過去動画を見ていただいて、チャンネル登録、高評価ボタン、ぜひよろしくお願いします。バイバイ。